皆さんこんにちは、心理カウンセラーの則武健太郎と申します。今日もご覧くださりありがとうございます。今日はですね、愛知県知事選挙にも、出馬されたですね、末永圭さんとの対談動画を、お届けしたいと思います。前編と後編、2本に分けて、2回に分けて、公開させていただく予定です。非常にですね、有益な情報、お話をたくさん聞かせていただきましたので、ぜひ、ご覧いただけたら嬉しいと思います。末永圭さん、今回の、愛知県知事選挙が、少し前に終わりましたが、そこに、出馬されたということで、非常にですね、愛知県だけじゃなくて全国的にも注目を集めた、知事選挙だったと思います。末永圭さん、政見放送をご覧いただければ一番わかりやすいと思うんですが、いろんなことを、もう、この、今起きている仕組みをですね、わかっていて、今回、それをたくさんの人に知ってもらいたいということで、愛知県知事選挙に、出られました。惜しくもですね、得票率は 3番目で、当選は、叶わなかったんですが、このですね、末永圭さんがこの愛知県知事選挙に出られたということがですね、本当にたくさんの方に大きな影響を与えたんじゃないかなというふうに思っています。末永圭さん、簡単に経歴をご紹介させていただきますと、愛知県のですね、春日井市というところで春日井市議会議員を3期されました。そして12年目の途中でですね、春日井市の市長選挙があってですね、市長選挙にも出られました。それが去年の話です。その市長選挙が行われる少し前に僕も一度対談の方をさせていただいております。そちらの方もニコニコ動画の方に残っておりますので、概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったらそちらもご覧ください。しかし惜しくもですね、春日井の市長選挙は当選せずですね、今後どうされるのかなと思っていたら、今回愛知県の知事選挙に出られました。愛知県の知事選挙も、まあ、当選は叶わなかったんですけれども、非常にですね、大きなインパクトを、たくさんの方に与えてくれたんじゃないかなというふうに思っています。今回ですね、まあ、僕この YouTube のチャンネルでも、たくさんの方と、対談の方をさせていただいていますが、やっぱりですね、本当に勇気を出して、自分の人生をかけて、本当にこの日本のことをね、このままではいけない、日本の子供たちの未来、そして日本のね、未来のために声を上げていかなきゃいけないということで、勇気を出して声を上げている方の、一人だと思っています。なので、本当に僕も心から、応援をしています。そして愛知県の知事選挙を終えてですね、ぜひいろいろお話を聞かせてくださいということで、今回対談の方をさせていただきました。全国有志議員の会のメンバーでもあり、あとチーム日本っていうのがあるんですが、そちらの主要メンバーとしても、活動をされております。はい。末永圭さんの、まあ、愛知県、まあ、前半ではですね、主に愛知県知事選挙のことのにまつわることをいろいろとですね、お話を聞かせていただきました。そして後半では、まあ、政見放送の内容で触れていたような、まあ、いろんなですね、今回のコロナ禍のことだったりとか、あと安倍さんのあの事件のことだったりとかですね、まあ、その辺の話もいろいろとお話を聞いておりますので、前編、前半、後半ともに、楽しみに、お聞きいただければなというふうに思います。それではどうぞご覧ください。それでは、今日はですね、末永圭さんと、2回目の対談をさせていただきたいと思います。末永さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。昨年あれ、何月頃でしたかね。昨年の5月、4月でした、ね。そのぐらいですよね。はい、ちょうど春日井の市長選挙に出られるというちょっと前に、一度お話をさせていただいて、そちらの方はニコニコ動画の方にアップさせてもらってるんですけども、はい、今回、愛知県知事選挙に、出られてですね、はい、本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。もう本当にね、よくぞやってくれたと僕は個人的にすごく思っているんですけれども、はい、ありがとうございます。まあその辺の話、まあ前半でね、ちょっと愛知県知事選挙、結構愛知だけじゃなくて、はい、全国的に注目を集めた選挙だなと思っているんですけども、はい、まあその辺の愛知県の知事選挙のことをお伺いして、で後半の方で、はい、もっとね、今起きていることとか、はい、まあ、これからどうすることが大事なのか、はい、その辺の考えとかをお聞かせいただきたいなというふうに思っていますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。一言、ぶっちゃけ終わってみて、愛知県知事選挙どうでしたか？はい。もう本当に、やりきってすごく良かったと思います。はいはい。
結果的にも13万票をいただいて、候補者6人のうち3番に入っていただきまして、ねはい、得票率も 6.1% ということで、はい、その支持政党も何もなく、うん、そしてポスターの掲示場っていうのが12万箇所、はい、あ、1万2000箇所あるんですけども、でもすごい、だいたい8000枚弱ぐらい貼ったぐらいなので、はい、で、まあ事務所も事実上なくてですね、その外線管を投入したのも残り1週間ぐらいっていう、あ、そうなんですか、感じですので、まあ本当に力をまあリラックスした形で、候補者本人は、うんうん、で、まあ陣営の皆さんがこう徐々にこう盛り上がりをこう見せていって、支持者の、だからもうこれも政見放送だとか、あの中日新聞のこのとか、あの全国でもこの新聞の購読率が一番高い地域だそうですよ、愛知県とか。あ、そうなんですか、はい、そのぐらい逆に言えば中日新聞が強いですかね。そうですね、中日新聞、うん、で、なので新聞広告もですね、うん、4本売ったりとか、うん、あとまあ各社の新聞社のアンケートっていうのもしっかりと答えさせていただいて、まあ、あれの薬害の実態とかを、うん、あのまあ、本当にオープンにして、はい、まあ、要するに何にもその有権者に忖度することなく、まあ、そうですよね、はい、うん、主張するした中で、うん、あの13万票なので、うん、これは私もびっくりですし、うん、もう支持者の皆さんもおおむね、うん、あのすごく自信を持って今回の結果を受け止めております、はいはい、まあ、忖度してたらあの政見放送はできないですよね、はい簡単に経歴、その、まあ、市議会議員をされてた経歴と、はい、ちょっとそこを簡単にお話しいただいてもいいですか。はい、2011年からですね、うん、あの春日井市の方で、うん、市議会議員を務めさせていただきまして、うん、12年目の、途中、任期途中で昨年5月の春日井市長選挙に立候補させていただきまして、はい、今に至るというところなんですけども、うん、でまあ、学生時代とかはから、あの衆議院議員の秘書とかさせていただいたりとか、うん、まあ、政治旗はもう14年、15年ぐらいになりましてですね、まあ、年齢は37歳なんですけども、そうです、はい、まあ、あの政治オタクというか、うん、まあ、あの政治が好きな、ちょっとあの得意体質の人間でございます、はい、かなり早い段階からもう政治家になりたいという思いがあったということですよね、はい、そうですね、自分が政治家になるっていうことを考え、漠然と思い始めたのは、まあ、高校生とか大学生ぐらいからなんですけども、うんうん、まあ、小学生ぐらいの時から、うん、あのまあ、無党派層の親をこう投票所にこう連れてって、この人投票してっていうような、というぐらいのませた小学生だったんですよね。すごい。変わってる。はい。あと、選挙特番とかが始まったりとかすると、テレビにくじぎつけでしたし、はい、あとは、まあ、選挙がなんか近づいてくると、なんかそわそわしてたんですよ、小さい頃から。うんうん、なんかしなきゃ、みたいな、うん。ぶっちゃけ、選挙に出られて、結果、予想ってどうだったんですか、最初の。出る前は。今回の市政会ですか、はいはい、今回。あ、そうですね。まあ、供託金っていうのが300万円なんですが、はい、そうですね、うん、その、まあ、多分、候補者がよく考えるのは、その、供託ラインっていうのが、超えてくるかどうか、戻ってきます。うん、で、まあ、供託ラインを超えると、まあ、うん、いい戦いというか、まあ、いわゆる泡沫ではない戦いができたという、はい、うん、まあ、不分率的にね、思われると思うんですけども、うん、なので、そこはまず一つの、あのラインではありましたが、はい、まあ、今回はそのとにかく真実、うん、あれの薬害の実態とかをですね、うん、とにかくもう愛知県のみならず全国に知らしめたい、うん、はい、あるいはその日本の今の状況を全世界に知らしめたいっていうぐらいの思いでしたので、うん、伝わってきました、はい、その得票とかが、うん、まあ、主眼ではなかったので、そうですよね、その供託ラインっていうのは私自身もですね、意識してなかったんですよ。だから、目標とか、うん、特になかったですかね。じゃあ、どのぐらいの票取れるかとか、まあ、もちろんね、当選すれば、に越したことはなかったと思うんですけど、はいはい、目的というのは、どちらかというと、はいはい、真実を多くの人に知ってもらいたいっていうのが、まず最初に一番思いとしてあったっていう、そうですね、ことですよね。ものすごいそこは、もう自分の中でもう、こう、止められないぐらいな、こう、衝動がありましてですね。出てきているものが、はいはい、でその上で、うん、まあ、17日間選挙戦がありますので、うん、はい、まあ、世論も変わりですね、はい、メディアの論調とかも変える、うん、まあ、引き寄せですよね、むしろ、はい、でそれで、まあ、結果的に選挙も、うん、勝利することができれば、うん、一番ベターだ、ベストだなっていうふうに思ったんですよね。あくまでもその
今起きている状況っていうことを、うん、愛知県民の皆さんに知っていただいた上で、うん、選挙戦っていうのが、うん、まあ成り立つというか、そこにこう、まあ、新しい挑戦ですね、まあ、目先の一票ではなくて、うん、その結果的な試合 の, この勝利勝敗ではなくて、うん、この勝負に勝てるかみたいな、うん、あでも本当に意義のある選挙だったと思います。はい、本当に。ちなみに供託金が戻ってくるラインっていうのは今回はどうだったの？ 10% です。得票率、そう、得票率は 10% で行かないとダメなんですか？はい、あ結構ハードル高いんですか？はい、票数にすると20万票ぐらいですね。今回が末永さんが13万ぐらいで3位だったんだけど、はい、じゃあそれ超えれなかったっていうことなんですね。はい、そう、選挙ってお金かかるんですよね。かかりますね。それだけじゃないですもんね、供託金だけじゃなくて、はい、他にもいろいろ。そうですね、当然お金がかかるので、だから誰でも簡単に出にくいシステムになってるって言われてますよね。そうなんですよ、うん、日本のその供託金の額っていうのはすごい世界的に見ても高いと言われておりまして、であとその先ほどお話しさせていただいたそのポスターの掲示箇所っていうのも陣営の方で1万2000箇所貼りに行かなきゃいけなかったりとかしますので、すごくその参入障壁が高いですね。だから既存のなってる人にちょっと有利なちょっとシステムになってますよね。はい、間違いない。完全に、はい、選挙期間も短いし、はい、その前は選挙活動してはいけないとか、なんかいろんな細かいルールがありますよね。はい、ちなみにまあ、奥野さんがね、はい、応援に来られていたりとか、はい、まあ、あれですごい盛り上がりを見せて、はい、特に最後の僕は昼間ちょっと応援に行かせていただきましたけど、夜のとかすごかったみたいですね、はい、盛り上がり方が。そうですね、うん、やはり奥野さんが、まあ、ラスト1週間ぐらいですね、うん、入っていただくことになりまして、うん、もう自分の選挙の、うん、と思ってやりますということでね、1週間名古屋に滞在していただきまして、はい、すごい力の入れようで、なんかもともとつながりがあったんですか？そうです、共通のやっぱり知人の方もいらっしゃったりとかもしますし、うんうんうん、チーム日本っていうバーチャル連合を立ち上げてるんですよ。あ、はい、昨年の9月23日に、はい、東京の方で、うん、でその立ち上げの時にその奥野さんの御坊の塔の講演会も一緒にやらせていただいたりとか、うん、そういう、まあ、ご縁もありましたし、うん、あとまあ大阪の方で奥野さんのこの、セミナー懇親会の方に参加させていただいたりとか。そうなんですね。で今回は奥野さん御坊塔 の, ライブ配信か何かで、うん、私の支持者の方が愛知県知事選挙やってるので、うん、ぜひ応援に来てくださいみたいな、はい、コメント入れていただいた方がいてですね、うん、でそれになんか反応があったみたいで、うんうんうん、でそこから私の陣営の方からアプローチさせていただいてっていうような流れだったみたいです。はい、で本当に心強かったですし、うん、有権者の方へ の, いろんなこの演説の仕方とか、うん、本当に愛と調和というか敵を作らない形で の,、うん、本当にこの花束のこととかですごくこの、うん、攻撃的な風にこう、ね、よく知らない方は見えてきてしまう、はい、そういう先入観があると思うんですけど、全くそんなことなくて、はい、すごい優しい方ですね。うんうん、最後 の, 在庫歌を披露していただいてですね、 YouTube に上がってたの見ました。はい、何でしたっけ、在庫がなんたら歌がまた上手なんですよね。そうなんですよねもう奥野さんの曲を聴いて、はい、号泣しましたって、大きな奥野さんの愛に号泣しましたっていう声も私の方に連絡が皆さんからいただけるような形でですね、はい、今まで私が経験したことないような、うん、選挙の空気感を作っていただけました。はいうんはい、奥野さんといえば、はい、街頭演説で、はい、妨害事件がそれって聞いても大丈夫ですか？いやー本当にですねあれはおっとちょっと僕いろいろ聞きたい。これはもう本当に役者が揃ったなっていうふうに思ったんですよ、うん、名古屋の名古屋駅前にある意味で言うと腹立たしいことですけど、はい、僕個人的にはめちゃくちゃ末永さんにとっては、まあ、いい側面っていうか盛り上がるようにしたなと。そうですよね、いうふうにも思ったりしたんですけど、そうですよね、結果的に、うん、まあ、大村さんと河野さんに対して、はい、まあ、私と奥野さんっていうので、はい、あれもなんか別にそのどっちかがそのぶつけたとかではなくて、はい、多分両陣営ともそこで多分やろうとしてだったと思います。で多分そのそれぞれの、まあ、応援弁士ですよね、うん、河野さんと奥野さんも多分それぞれの、はい、
あのまあ、流れがあって、はい、名古屋に来ることになったと思いますし、うん、あの、まあ、あと僕の予想では、まあ、翌日 の、 その、うん、産経新聞の、まあはい、言ってみれば変更報道の記事、だからあれも多分河野さんが連れてきたんじゃないのかなっていうぐらい、あ、早かったですしね、記事もね。そうなんですよね。ちょっと整理させていただくと、あの名古屋駅でしたか、はい、名古屋駅の前で、瀬永さん街頭演説をされるということで、ごぼうの党の奥野さんが応援で来られていたんですよね、はい、で、奥野さんが喋ってる時途中にもう本当に何50メートルぐらい、はい、もう結構数十メートル近い距離で、はい、大村さん陣営も、はい、凱旋活動をするということで、はい、そこに応援に来てたのが、はい、ということで、そうなんです、ね、もうすごいまさに真逆の、真逆の本当に、グローバリスト対反グローバリストじゃないけど、そうなんですよ。で、まあ、あれに関するね、はい、まあ、向こうは推進話、もうこちらはもうちゃんと目覚めている、はい、気づいている方々が集まり、うんですから、うん、でまたその役所が本当揃って、はい、僕らが演説してるところに対してぶつけてきたんですよね、向こう陣営がですね。そうですよね、はい、あれ先に話をしてたのは末永さん陣営が先に凱旋活動をしていて、はい、で途中からあの僕も映像を見させていただきましたが、はい、ただいまよりみたいな感じであの大村のなんたらかんたらを始めますみたいな、まあ、途中から向こうのが入ってきてるわけですよね、はい、だから先にしてたのは末永さんだと思うんですけれども、はい、あの街頭演説ってそもそも、はい、まあ、使用許可はあれ必要なんですか？使用許可いらないんですか？あ、いらないんですか、はい、じゃあ事前にどこでやりますよっていうのは、まあ、当然、まあ、告知はしたりしなかったりはあるかもしれないんですけど、はいはい、別にルールはじゃないっていうことなんですか？どっちが先に、そうですね、取った取らないみたいな法律上のルールはないですね。うーん、はい、あとはその、まあ、マナーとか、はい、でマナーって言っても、うん、なかなかそこはあのまた人によって考え方が違ったりしますので、そうですよね、あの誤解を恐れずに言うと、まあ、私としてはですよ、うん、別にあの近くで別に演説を変えちゃってもらっても別にいいんですよ、はい、うん、別に演説妨害でも別に、まあ、妨害というかちょっと戦いですもんね、はい、選挙ってね。そうなんですよ、うん、私としては別にあの近くでやってもらう分には問題ないんですけども、うん、問題なのはその産経新聞の書き方ですよね、あと河野大臣のコメントですよね、はい、大村さんのツイッターも、うんうん、結構あすごかったですよ。そうですよね、はい、なんか全部向こうからすると向こうが被害者になってるんですよね、はい、なんですよ、うん、なんかそこが問題だと思います、うん、だから知らない人からすると完全にあの大村さん陣営の街頭演説を妨害した反○○○○を訴えてる人たちっていうレッテルを発したっていうことがある意味で言うとめちゃくちゃうまいというか、そうなんですよ、もう本当に汚いというか、はい、すごいですよね。そこなんです。それを不平気でやれるところが、はい、ちょっと怖いというか、はい、こういうやっぱり世界なんだみたいな。そうですね、うん、なので、まあ、今回その中日新聞の、広告、うん、選挙広告でももう超過死亡20万人っていうようなこととか、はい、うん、国や製薬会社を提訴しますとかですね、うん、知事とか医療機関を提訴しますということはね、うん、私の選挙広告としてこのあと載せさせていただいたりとかしまして、はいはい、まあ、あの選挙自体は、まあ、当然僕は組織があるので、ね、うん、優位に進めてるかもしれませんけど、はい、私たち、まあ、多分その6人の候補者の中で一番脅威だったのは、うん、大村陣営からしたら僕らの陣営だったはずなんですよ、はいはい、なので、まあ、いろんな意味でですよね、その選挙の結果だけじゃなくて、はい、っていうことですよね。そうなんですよ、うん、もうあいつらの口を黙らせてけど、うん、要するに悪いイメージをつけたれっていうような考えが、うん、まあ、浮かんでくるであろうと、うん、はい、じゃあそしたらどうしたらいいかっていうと、まあ、あのロボット人間のようなデマ太郎を呼ん で、うん、でさらにデマ太郎の腰巾着の、報道者と新聞社とかを呼ぶと、うん、東京から、うん、そういうことをすれば、まあ、書いてくれる、うん、書かせるっていう感じですかね、はいはい、うん、まあ、絶対つながってますからね。そうですね、多分でその産経新聞なんかはなかなかこの地元の愛知の記事その書かないですからね、僕は。ああ、確かにいないんですよね、あの記者クラブでもあまりあの僕あのなんか記事書いてもらったあれがなあの覚えがなくてですね、うん、東京から連れてきたんじゃないかなっていうふうに僕は見てるんですよね。ちなみに末永さん陣営は大村さんがその同じ時間でそこでやるっていうことはいつ知られたんですか？となんか場所取りみたいなのが最初にあって、はいはい、
で、そこで多分あのスタッフ同士が話はしてたと思うんですけども、ああそういうのがやっぱあるんだ、はい、うん、前日にその告知とかも多分 してると思うんで、あの中日新聞とかにも多分その日程出てたと思うし、うん、まあそれぞれのホームページとかでもしてるんじゃないかなとは思うんですけど、うん、だからまあそこら辺はなんか、まあ、僕本当に僕陣営としては別にや近くでやってもらうのは全然いいんですけどね、うん、別にそのぶつけたわけではなく、はい、そこでやる予定だったってことですよね。そうですね、うん、でまあ向こうもそうだったのかぶつけてきたのか本意は分かんないけれども、うんうん、まあ、同じ時間、まあ結構似たような時間になってしまったっていうのがあれで、うん、別にどっちがいい悪いではないっていうことですもんね。そうですね。それに対してその持ってき方っていうのはやっぱすごいですね。そうですね、うん、だからまあ調整の相談みたいなのはあるんですか、ちょっと変えてくれよとか。あると思いますよ、ある程度。今回はあったんですか。どうなんですかね、ちょっとそこがすみません、あの僕もあなるほど、その陣営の方にこう、あの、まあ、みこしでこう、うん、あの動いてる、はい、まあ、来てもこっちも告知してるからそうそう簡単に帰れないっていうところもあると思うんです。そうなんですよね、はい、で実際にあの奥野さんの、ね、まあ、人気とかそのあれもあってなんかすごい人があの時も数百人の人が聞きに来てたと、はい、街頭演説で数百人ってなかなかないですよね、はいはい、であの大村陣営の方を見るとほとんど人が立ち止まってなくて、はいはい、なんか奥野さんのツイッターでは5人ぐらいいると思ったらほとんどがみんな SP だったみたいなSP の数多かったですよね。だからね、そこが私もびっくりしまして、うん、河野大臣って、うん、なんか次期総理大臣候補1位みたいな風にな、ね、うん、メディアワイドショーに持ち上げられてると思うんですが、はい、その人と現職の知事が2人で演説をしているのに、うん、通行人の人が立ち止まらないっていう、そこの光景もちょっとびっくりしましたね、個人的に。で、すごいメディアのカメラマンの数が異常なぐらい結構多かったような気がしたんですけど、はい、何台もいましたよね。多分僕もそこの不思議だと思ったのは、聴衆が多い人の方が、うん、陣営の方が多分ニュースバリューとしては高いはずなんですよ。そう、何が起きてるんだっていうことですもんね、はい、ね、うん、だけどこちらにはカメラ向けずに向こう陣営ばっかりカメラ向けてるんですよ、報道陣も、うんうん、だからそこがなんか連れてきたんじゃないかっていう思うところの一つ の、 あの理由なんですよね、はい、僕が報道陣っていうか、ね、ジャーナリストだったら絶対そのこのまずは多い聴衆の多い方に向けてみる、うんうん、それも有名じゃないのになんでこんな人が集まってんだっていうふうに、うんうん、ニュースバリューとしてはすごく高いじゃないですか。そうですよね。でもそれでいうと前回の参議院選挙の参政党の街頭演説とかってすごい人があったけど、はい、ほとんど当選するまでメディアが取り上げなかったっていうのももう本当にまさに、はい、なるほど、同じですよね。謝罪しろコールが来たりとかあの大村さんが話してる時に後ろに謝罪しろコールが起きていたりとかね、はい、すごかったですよ、まあ、ある意味すごい戦いというか。そうですね、自然発生的にね、はい、起きたコールでしたのでね、まあ、本当でもじぐじたる思いが皆さんあるはずです、うんうん、もう本当にあれを、ね、こう推進してきた、はい、あの本当ツートップが、はい、まあ、本当に言ってみればのこのことあの、ね、あの名古屋駅前に来たわけですから、うん、もう知ってる人からするともう本当に、まあ、あの中にも、ね、あのね、あのご家族の方、亡くされた方とか、はい、あの後遺症で苦しんでるご家族がいる方がいるはずなんですよ。そうですよね。そういう方々からしたらもう全然もう責任も取らない政府、県政に対してね、うん、心の叫びが出てくるのは仕方のないことだし、うんうん、それをちゃんと重く受け止めてほしいですね。そうなんですよね。特に感謝もう固くなにね、聞く耳を持たないというか、はい、すごいですよね、あの姿勢というのは。だからもう本当に被害者に被害に遭われた方からするともうめちゃくちゃ腹立たしいですよね。そうですね、うん、その思いをどこにぶつけていいのかってぶつけ先もないし。そうです。でやっぱりそのメディアからこうもう、こう祭り上げられている存在ですので、はい、だからもう聴衆が誰も止まらないのに、うん、その次期総理大臣1位っていうのは明らかにおかしくて、うん、その国民が選んでるわけじゃなくてメディアがあのこの人担ぎ上げといた方がいいよねっていう思惑の人だと思ってますので、うん、はい、でよくあの方ってあのツイッターいろんな人をブロックしてるじゃないですか、はい、僕もされました。
私もされてるんですけど、もっちもされました。何も絡んでない絡んでないんですよこちらから。でそれって多分まあご本人が多分そのツイッター管理しとるというよりも、周りの人がもうなんか AI かなんかでやってたりとか、うん、多分手動でやってるのか分かんないんですけど、うん、ということはだからご本人にまあいわゆるあれがおかしいっていうあれの異常性に気づいてる声っていうのをご本人に届かないようにこのブロックしてるんじゃないかなっていうね、そういう意見を最近私聞いて、本人の耳に入らないように、そう耳に入らないように。なるほど。だから、うん、あの方本人がもう情報統制されてしまっている、うん、可能性としてと、ね、可能性としてですね、うん、っていうような話を聞いて、うん、意見を聞いて、あ、そう、それありえるなと思いましてですね、まあ、そうしないとあそこまでのこう疲労ができないと思うんです。まあ、普通で考えたらそうですよね。うん、いやでも本当に今回のコロナ騒動でもそうですけど、なんかストーリーありきで進んでいってるみたいな、まあ、その辺がちょっと気持ち悪いですよね。でもそんな中で例えば大村さんが、まあ、本当にダントツ、60協力が 68% です取ったということで、まあ、投票率がまた低いんですよね。愛知県 36% ぐらいだったんですけども、はいはい、これって他の県に比べると低い方なんですか、やっぱり。ちょっと他の県は分かんないですけども、うん、低いと思います。でも今回これだけいろいろね、盛り上がったと僕はもう思っていましたし、はいはい、そもそもこの問題だけじゃなくてもトリエンナーレの問題だとか、はいはい、ああいうのでリコール運動が起きたぐらいのこと なので、僕もあんなあれはどう考えてもおかしいと思ってるんですけれども、はい、だから僕の周りでも別に大村さん支持してる人ってほとんどいないと思うんですね、うん、まあもちろん支持してる方がいてもいいと思うんですけど、あんまり周りで聞かないのに、でみんなできれば変わってほしいっていう声の方がいっぱい聞くのに、うん、蓋を開けてみるとあれだけの得票率でダントツ1位っていう、うん、あの選挙の強さっていうのは何なんですか。やっぱり推薦もらってるからなんですか。自民党とかあれすごい推薦もらってますね、はい、いろんな党から、はい、ほとんどの党から共産党以外ほとんどもらってたような感じがするんですけど、はいはい、それが強いのか、なんか組織票みたいなのが強い、まあ、全部いろいろねあると思うんですけども。そうですね、政党というかどちらかというと、うん、その組織票、うん、組織というのはその宗教とかですね、統一教会はじめ宗教だとか、はいはい、労働組合ですね、実質的にこう動いている、うん、運動員がたくさんいるような、うん、ところと、まあ、宗票構造がありますので、うんうん、そういうところが、まあ、つながっているというところですかね、うんうんうん、まあ、もちろんその政党の推薦があると、まあ、そういうところも、うん、組織団体宗教というのもぶら下がってますので、うん、まあ固い票ですよね、うんうん、まあ、あとは、まあ、こうある程度年齢いってる人たちからするとあんまよく分かってなくて、とりあえず今の現職にしか名前知らないので、あ、多分入れとこうみたいなのももちろん多分多いんでしょうね。そうですね、だからマスクとか、うん、まあ、あれがこれだけ洗脳がね、うん、マスクとかあれ一つ取ってもこれだけ洗脳が厳しい中で、はい、もうこれまでその、まあ、戦後78年、うん、もっと100年200年というタームで、うん、すっごいその洗脳でこびりついちゃってるところがあるので、もう無条件にこの大村さんを勝つという人もたくさんいるわけですよ ね、うん、そうですよね。他のもこうしたら目に入らないっていうか、うんうんうん、無条件に書くように、うん、こうマインドコントロールされちゃっているっていうところもあると思います。うん、はい、投票率の低さもそうですし、まあ、得票率の高さもそうなんですけど、やっぱりちょっとここまでもっと世論が変わってきてるのかなってちょっと僕期待してたんですけど、まあ、正直ね、大村さんが当選するとは何となく思ってましたけれども、はいはい、残念だけどね。だけどもうちょっとなんかこう盛り上がってかなと思ったら、ほとんど4年前と投票率も 1% ぐらいしか変わってなくて、で内容もこうだったっていうの で僕ちょっと前に動画で YouTube でも動画撮ったんですけど、はい、もし愛知県が100人の村だったらっていうので分かりやすくやってみたんですけど、100人の県だとしたら投票してない人が、まあ、投票率をもって、はい、有権者の数なんでですけど、投票してない人が64人、はい、で大村さんに入れた人が25人で、でその他5人に入れた人が11人っていう割合なんですね、うんうん、だほとんど64人があんまり興味を持ってないっていうことなんですよ、うん、だから有権者からすると大村さんに入れたのは4人に1人ぐらいな 25% ぐらいなんですよね、はい、決してすごく支持があるわけでもないというか、はい、うん、まあ、そういう組織票とか入れてこの人数なので、
だからこの投票しない64人の人たちが目覚めたら、もちろんいろんなことが変わってくるんだろうけど、はい、なかなか目覚めない、気づかないというか、僕らもこう YouTube で発信してて、たくさんの人に今回のこと気づいてほしい、おかしさんって思って頑張ってやってて、多少は効果あるのかもしれないけど、はい、蓋を開けてみると、街に出てみるとほとんどの人がしょうがないよねっていう感じでマスクした方がいいよねっていう感じで変わらないっていう、なんかこの票がすごい全体の世論を表しているような気がして、だいたい 6,7 割ぐらいの人が、まあ、あんまり別に選挙行っても変わらないよねとか、まあしょうがないよねみたいな感じでもう思っていて、で、まあ、20%、25% ぐらいの人がどちらかというと政府とかそのコントロールしようとしてる側の方に洗脳されちゃって、はい、もしくは分かって加担してると。で、まあ、残りの1割ぐらいの人が気づいてて、うん、このままじゃやばい、うん、なんとかして日本を守らないと、子供たちを守らないと、このままだともうあかんよって言って立ち上がってる、うんうん、なんかそれをすごく反映してるなってちょっと思ったんですけども。そうですね、うん、もう本当にその投票に行かれてない方っていう、まあ、今回は選択肢があったわけで、はい、戦後2番目に候補者数の多い愛知県知事選挙になりましたので、選択肢はあったんですよね、うん、で、まあ、僕にしろこう戸畑市長もしてますし、うん、メディアの方もあのかなりあのいろいろこの候補者アンケートとか毎日書いてくださってましたので、ね、うん、でその上でやっぱりあの投票にも来ないっていう方っていうのは、うん、トリエンナーレの問題とかっていうことよりも、うん、やっぱりもうその大村自体にその興味がないっていうか、うんうんうん、もうそうですね、既存のその、まあ、大村がいいか悪いかっていうふうに知ってる人はね、そういうふうに見るんですけど、うんうんうん、もうその大村がいいか悪いかっていう、もう外にいるっていうか、だから私がね、こうこれからやっていく、まあ皆さんでこうやっていかなきゃいけない課題としては、うん、見えてない64人の方に対しての、うんうん、まあ、引き付け方っていうんですかね。そうですよね、はい、その、まあ、薬害のことに関しても、うん、トリエンナーレの問題についてもね、うん、まあ、公約違反とかの問題についても、うん、あのそれは結構関心があって情報感度の高い方たちしか知らないような話題になってるので、はい、もうそこは多分伸びしろがあんまないと思ってて、だからもう別のこうアプローチとか呼びかけとか、うん、あの引きつけるものがないと、うん、多分戻ってきてくれない、投票所に戻ってきてくれない人たち、うんうんうん、だからこれからの課題ですね。そこが、そうですよね、だから多分今の現職の人たちからすると、投票率低い方が当選しやすいんですよね。本当ですね、本当に結局組織票とかそういうものが勝っちゃうことになっちゃうので、うん、やっぱそこを世の中変えていきたいですよね。そうですね、うん、ちなみに今後はどうされる、だからこの前、はい、先日動画を上げられていたと思うんですけども、はいはい、ちょっともしよかったら。あ、そうですね、はい、まあ、選挙終わりましてですね、うん、早速ね、次どうされるんですかっていう話、うん、とかいただきまして、うん、周りの方々、支援者の方々から、うん、話をご意見いただくと、うん、まあ、県知事選挙、県議会議員選挙ですか、うん、4月の統一地方選挙に、はい、ありますので、あれで県政もあるんですか。はい、はい、県政もあります、はい、だから、まあ、まさに今大村県政に対して、うん、しっかりこうノーというか、それに対して、しっかり対峙していく、うん、議会っていう役割があるので、うん、まあ、こっちが取れなかったので、うん、まあ、こっちから、まあ、今回訴えたものっていうのをちゃんと実現にさせていくっていうことをやっぱり言えるのがやっぱり県議会ですので、はい、まあ、そこ を挑戦していくっていうのが軸になるのかなっていうふうに思っております、うん、はい、もう4月っていうともうあっという間すぐですよね。そうです、もう2ヶ月切っておりますので、はい、ちょっとバタバタなんですけども、はい、まあ、今回訴えたことが、まあ、ほぼそのままスライドさせられると思いますので、うんうんうん、まあ、引き続き、うん、まあ、一つ このストーリーとしては自然な流れになってくるのかなというふうに思ってます、うんうん、はい、まあ、もう一つの視点としてはやっぱり中長期ではね、既存政党がほぼほぼもうこの大村さんの方に乗っているっていう、うん、まあ、どこの市長選挙とかも結構今そういう構図になってるんで、はい、だからこれはだから野党ってもうたくさんあるのに、うん、野党が野党じゃないのが今の日本の県政の状態なので、
ちょっともうそういう意味では、うん、ほぼほぼグローバルな人たちに対してナショナリスト的な、うん、あの国民の声の受け皿っていうのを、うん、本当に作っていかなきゃいけない、うんうん、でまあ理想はやっぱり今度あの4月にはあの大阪の方で例えば府知事選挙とかもありますので、はい、そういうとこでちゃんとその対峙するあの軸を旗を立てれるようなまとまりを作っていくっていうのが必要だと思ってまして、はい、まあ、そういうことにもちょっと尽力していきたいなと思ってます、うんうん、はい、素晴らしい。ちなみにこれ聞いていいか分かんないんですけど、はい、もしあったらカットしますので、はい、参政党から出ないですかとか、なんか出たらどうですかとかっていう声とかって結構ないですか？そうですね、時々お話いただきますね、うん、その辺はどう考え、まあ、参政党についてどう見てるとか。あー、なるほどですね、まあ、僕は本当に一つの大きな動き、まあ、いろんなね、見方があっていいと思うんですけど、僕はすごい応援してて、はい、あのやっぱりああいう形でこう今ある意味その盛り上がってるっていうのはすごい素晴らしいことだなと思ってるんですけど、はい、ちょうど昨日もあの武田邦子先生の勉強会参加させていただきましたので、ね、はいはい、うん、あのまあ、参政党が国政政党になる前から勉強会の方に参加させていただいたり、うんうん、タウンミーティングというんですかね、はい、うん、まあ、本当に自然とやっぱりこう主張的には近しいところで、そうですよね、はい、うん、参政党の関係者の方からそういう話いろいろいただいております。で、そうです、まあ、自分はいろんな絡みがあるので、こうなんだろうな、参政党のなんだろうな、まあまあ、憲法のところとかが、うん、ちょっとあの引っかかる部分があるっていうこと。そうですね、うん、まあ、ちょっと僕自身もちょっとまだ勉強が足りない部分なので、うん、あのそこはどうしたか、マイナンバーとかちょっといろいろ研究が足りない部分がどうしてもあって、うん、今の、まあ、自分がこうやってきた中で言えることっていうのが、うん、まあ、地方議会もやって今回の薬害のこととかでいろいろ見えてきた国際金融資本のこととか、はい、うんうん、でまあ、その言える範囲で、まあ、選挙で、うん、あの今回知事選挙にやらせていただいて、うん、っていうことなので、可能性として排除するものではないですけども、はい、うんうん、まあ、自分の流れの中で今来てるっていう状態なので、いきなりこう参政党にこうあの入るっていうことは少しちょっとあの今の段階ではっていう感じではありますかね。わ、うん、はい、かりました、はい、ありがとうございます。じゃあ、 あのちょっと後半はですね、またあの政見放送の内容も含めて、はい、まあ、ちょっと言いたいことを、はい、じゃんじゃん深掘りで、まあ、今回の、あれの〇〇〇〇の話とかも含めてぶっちゃけトークをお聞かせいただければと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。